目がかゆい、やばい、泣いちゃったってことで、やばい、見てメイクが落ちてる。まあいいですよ。やばい、目がめっちゃかゆい。うー、元気を出すにはご飯を食べようってことで、サラダを食べるわ。ちょっとみんなだってさ、多分あの動画が上がってさ、心配したでしょ。ジェリーでも食べたら元気になるから。でもジェリー今痩せたいっていうか、可愛くなりたいから、ちょっとサラダで我慢するから、サラダ食べる。ちょっとみんな心配させてるかなと思って、っていうかむしろっていうか、まずこのサラダを買ってきたんだよ。買って食べながら、なんか普通に雑談でもしようかなって思って動画を回し始めたのに、なぜか急に大号泣赤ちゃんモードになっちゃって、そういうこと、大号泣赤ちゃんモード入っちゃったから、このサラダの行方っていうか、何、このサラダの居場所がなくなっちゃったわけよ。だから、あ、最悪。そう、だからこのサラダはこれが出番だと思って、この状況、もうさっき今撮り終わったばっかりだよ、マジで。さっき、2分以内に動画回し終わった。だけど、まあ、このサラダはこのためのものだったのかと思って、サラダを食べて元気を出します。いただきます。うん、緑の味。前までサラダ大嫌いだったんだ。なんだけど今大好き、美味しい。なんかね、思うのはね、最近ね、友達は少なくない方っていうか、なんだろう、本当にいい人たち、信頼できるいい人たちが、まあちらほらいるみたいなタイプなの。少ないわけでも多いわけでもないみたいな、わかんない。だって少ないとか多いってさ、人によるじゃん。一人でもいればいいって思う人もいればさ、たくさん欲しいっていう人もいるだろうし、だからわかんないけど、まあちらほらいるみたいな感じなの。でもなんだろう、今のこういう活動ってさ、なんだろうな、新しく友達になったりとかはないんだよね。まあね、対バン相手の人と仲良くなったりすることもあるのかもしれないけどさ、うちらのグループが基本的に他のグループとなんか空き時間喋ったりとかもないし、もう本当に3人仲いいんよ。だからから分かんないけど、もう本当に3人でずっといるみたいな感じなのね。空き時間も3人でご飯行ったりカフェ行ったりとかするし、プリクラ撮りに行ったりとかするから、他にね友達ができなくて。だから、なんだろう、やっぱもともとさ名古屋出身だからさ、やっぱ東京ってさ、まあ、どちらかというとそれ名古屋の方が友達いっぱいいるし、多分なんだろう、東京だと、まあ、元メンバーとか前に活動が一緒だった子とかが多くて、とはいえ本当両手で数えられるくらいだし、今から遊べるとか今から会えるとかで連絡取れるのは多分この片手で収まるぐらいしかいなくて、うん。で、この片手に収まる人たちが全員予定が合わないことがあるんだよ。なんかさ、ない、なんかそういう時、この世のみんな死んでるのかっていうか、みんな生きてるのかって思うぐらいさ、急に今日はなんか誰からも返信が返ってこないみたいな日あるでしょ。あの現象に名前をつけたいんだけど、ジェリー定期的にあるんだけどさ、ほんと誰からも返信が返ってこないみたいな。なんかみんな、私以外みんな、何、私だけ暇なのみたいな。私だけこんなに寂しくて、みんな何してんの、なんでこんな帰ってこないのみたいな日たまにあるよね。え、これジュリだけ、ジュリあるんだけど、よくっていうか、よくはないけど、月じゃないわ。年に1、2回ある。だから、そういう時のために、この頼れる5人と、その、真仲いい、合計10人ぐらいじゃなくて、もっと欲しい。もっと気軽に、本当に適当でいいよ。ただ喋るだけとか、何でもいいから、もっと欲しいけど、でもジュリって、すごい関わる人間を吟味する人なのね。例えばご飯行くにしても、何でもかんでも、この人と一緒にいる意味じゃないけど、この人と人生って言ったらまた深い話になるけど、人生ってさ、毎日の毎日の積み重ねじゃん。だから今この時間を誰と過ごすかの積み重ねで年を取っていくし、人生って終わっていくじゃん。だからこそこの人と過ごすことによって、なんだろう、損得を考えてるわけではないんだけど、すごい考えるんだよね。だからこそ新しい友達ができづらいって思う。ただ一緒にいて楽しいとかでも全然いいんだけど、ただ一緒にいて楽しいと思える人も、もう別にいるけどさ、そもそも今現時点いないし、っていうね。まあちょっと何を喋りたいのかわかんないし、サラダ美味しいからサラダに集中させて、もう幸せ。これほうれん草なの。ほうれん草は鉄分が豊富でめちゃくちゃいいんだよ、体に。はあ、困ったもんだよ。うまっ。ちょっと今かけるから待ってて。美味しかったです、ごちそうさまでした。まだ食べてるんかーい。よし、まあただただ食べただけなんだけど、みんなに見せたいものがあります。ちょっと待って、
おりゃ。いつも使ってるこいつなんだけど、あ、照明切れちゃった。今この照明作ってたから今暗くなっちゃったんだけどさ、見て何がってさ、なんでかわかんないけどさ、これがさ、もうグラグラになっちゃったの、わかる？こうやって例えば携帯をこうやって入れるじゃん、こうやって、そしたらもうずっとこうやってこうなっちゃうの。こうやってやっててもこうなってっちゃう、わかる？なんで急に、ね、何もしてないんだけど。あ、これか、ネジをこれ固めちゃえばいいのかな。あ、もう、あ、終わった、やばい、ベッドの間に落ちた。困ったよっていう話。なんでだ、なんでなの、急にだよ、急に急にこのグラグラモード入ってて、わかる？もうダメなのこれ、バカ入れてた、バカ、ダメでしょ、タップしてないとっていう話でした。あ、もうもういい。以上、みおちぎでした。チャンネル登録よろしくな。バイバーイ。エンディングまで、せーの。